水谷達夫10月2日から1998年8月27日は日本のピアニスト、音楽教育者。父は音楽教育家、音楽家、児童演劇教育家の水谷式男。ピアニストの石川由里子は三代造女の長女。バイオリニストで歌手の水谷水樹の王子にあたる、愛知県名古屋市出身、4歳より父に、 ピアノの手ほどきを受ける。東京音楽学校予科を経て、1933年、東京音楽学校本科技学部卒業。1935年同校研究科修了。福井直都市、田中菊氏パウル・バイン・ガルテン、レオ・シロタ、レオニード・クロイツァーに指示。レオ・シロタ文下では、長い進む、と読ますのるとともに、サンバガラスと歌われたという。 1939年東京音楽学校助教授任官。1949年東京芸術大学教授に任官。この間、1954年から1955年、シュトットガルト音楽大学でアルフレッド・クロイッツにドイツ古典音楽研究、表現法、有権楽器の奏法を指示。1979年、東京芸術大学名誉教授となる。 アンサンブルを好み、木下多つとは1935年の第1回、第5から12回独唱会のピアニストを務め、1943年9月、第10回独唱会、新時清歌曲の優において、サラ全曲初演の伴奏を行い、レコードが文部大臣賞を受賞している。また、木下の官暦演奏会では、詩人の恋、サラを伴奏。 他にも声楽家とのコンサートは、年間75回の中山定一との老音をはじめ、奥田地以子、戸田敏子、浅野千鶴子や、バイオリンの江藤都志や、フルートの吉田正夫等とステージ、放送で共演。幅広い演奏活動と並行して、教育者として、数多くの大学にて教鞭を取る。東京芸術大学45年間、国立音楽大学20年間。 東方学園大学11年間、上野学園大学5年間、神戸山手女子短期大学6年間、大分大学10年間、鹿児島大学、聖徳大学10年間。1963年には n h k t v ピアノの恒恵古講師として、娘の水谷由子と共に、お茶の間にピアノ教育を普及させた。文部省教科書編集委員。 文部省社会教育局主催コンクール審査員、毎日コンクール審査員、NHK 全国学校音楽コンクール審査員、東京文化会館コンクール審査員、群馬コンクール審査員、日英音楽文化協会会員、日独音楽文化協会会員、演奏家文化協会会員、演練文化協会会員、日本演奏連盟特別会員等を歴任。 東京芸術大学大学院修士課程の設置準備に深く関わり、芸術教育研究の計画的整備について尽力。現在の博士課程の設置基礎を築く。水谷の教えを受けた者は極めて多数に上り、鬼頭京一、伊藤栄一、小林秀夫、三石誠一、久本茂夫、小田野博之、坂本博士、村田由美、木村幸子。 桑原幸枝、森木陽子、和久井明子、滝沢美恵子、横田信子、小坂襟野、上田信子、斎藤房子、大見の五郎、小木野春子、倉田博之、田中厚子、大野久美子、奥村明博、佐藤秀臣、八木広子,子、岡崎佐根都石川ゆり子、安井光一、佐藤鈴子、原恵大、井上厚子、増田広明、中川里美、 水谷直子などがいる。1994年君三等随法賞受賞。1998年8月27日死去。86歳没。没日付をもって、正四位に助せられた。1999年から水谷の功績を記念して、PIA ジャパン音楽コンクールにおいて、本選出場の中で最も優れた伴奏者に、水谷達夫賞を授与している。 1> 第1回受賞者は、塚田義夫である。以下の保存音源以外にも、戦前の SP レコード吹き込みを多数行っていたものと思われる。中には、水谷達夫、作曲となっているものもある。ABCDE、水谷達夫、コトバンク20世紀日本人名事典。2020年3月4日閲覧。プロフィール、アルベルネ・ユーゲント・コール。 2020年3月5日閲覧。ABCDEFGHIJK 水谷達夫名誉教授生誕100年記念演奏会水谷達夫プロフィール学校法人東京消徳学園2020年3月4日閲覧水谷 w i ウィキワンド2020年3月5日閲覧 ABCDEF 木下多元の芸術神事清 段育磨歌曲集、CD ライナーノーツハット ABCD 木下保つの芸術 SP 音源復刻版 CD、木下記念日本歌曲研究会、木下記念スタジオライナーノーツ、音楽評論家、萩谷幸子が読む、ピアノの巨人、豊読昇のる小沢聖二、小沢美き夫編著。産経新聞。2020年3月5日閲覧。思い出すままに、佐藤正とも。 名古屋パストラーレガス相談。2020年3月4日閲覧。指揮者、伊藤栄一先生の紹介。東京カントライ。2020年3月5日閲覧。わざ康やソプラノリサイタル。二機会21。2020年3月5日閲覧。三石誠一。町田フィルハーモニー公共楽団。2020年3月5日閲覧。久本茂雄。 コトバンク新鮮芸能人物辞典明治平成。2020年3月13日閲覧。四季織田の広行。世田谷フィルハーモニー還元楽団。2020年3月5日閲覧。プロフィール作品。坂本ミュージックスクール。2020年3月5日閲覧。指導者のプロフィール。混成合唱団菩大樹。二千二十年三月五日閲覧。講師プロフィール。 プリマベーラピアノ教室。2020年3月5日閲覧。沖間どかふるさとコンサート。ホテルサンルート徳山。2020年3月5日閲覧。高橋の歴史。昭和25年。高知交響楽団。2020年3月5日閲覧。会長。枠井明子プロフィール。音楽塾。枠井システム。2020年3月5日閲覧。 滝沢美恵子オフィシャルサイト。2020年3月5日閲覧。横田信子。アミーチデラリリカ。2020年3月5日閲覧。インストラクター。学ミュージックスクール。池田駅前校、2020年3月5日閲覧。プロフィール。上田信子オフィシャルサイト。2020年3月5日閲覧。この一瞬の響きに、ピアニスト飯吉薫から学んだこと。 木の国屋書店。2020年3月5日閲覧。スタッフ。株式会社トーンマイスター。2020年3月5日閲覧。オペラを楽しもう。栃木県総合文化センター。2020年3月5日閲覧。我が思いのすべて倉田博之、ファウエムミュージックコーポレーション。2020年3月5日閲覧。経歴。田中厚子ピアノ教室。 2020年3月5日閲覧。出演者、指導者。ハルモニーコール。2020年3月5日閲覧。奥村明博昭和音楽大学。2020年3月5日閲覧。指導者紹介。桐生市民合唱団。2020年3月5日閲覧。第25回日本音楽舞踊会にピアノ部会公演。日本音楽舞踊会議。 2020年3月5日閲覧。ちまって新婦起点50周年コンサート。ちまって資料館。2020年3月5日閲覧。教員紹介。井上敦志。東宝音楽大学。2020年3月4日閲覧。パフォーマーズ。立教大学公共楽団。2020年3月4日閲覧。ピアノ。フリータイムレッスン。個人レッスン。 朝日カルチャーセンター宮所の楽器ミュージックジョイ新宿2020年3月4日閲覧第10回 PIA ジャパン音楽コンクール NPOPIA ジャパン二2020年3月5日閲覧出演者 5R ホールギャラリー2020年3月5日閲覧 ABCDEF 水谷達夫国立国会図書館歴史的音源 2020年3月4日へずらん。ありがとうございます。